いつもご視聴ありがとうございます。今日はですね、この昭和レトロの手品宝典という本の中からですね、非常に面白いマジックがあったんで、ぜひですね、解説付きでお楽しみいただきたいと思います。これ昭和ですね30年に付録として発刊された本のようです。これメルカリでですね、私売ってしまったんで今手元にないんです。はい、じゃあ早速始めたいと思います。こちらにですねカードが4枚ございます。裏もご覧になってください。はい、このカードをですね使ったマジックなんです。そしてこのような紙テープの、はい、帯をですね作ってあります。これが、縦の方に入る帯ですね。これが横の方に入る帯です。それからこの魔法の赤いハンカチを使います。まあ、私もこのマジック見た時ですね、もうトリックが素晴らしいと思いました。たったこれだけのものしか使わないんですけども、はい、まずそれじゃあこのカードをですね1枚ずつこの帯の中に入れていきます。まず1枚入れました。はい、次がですね2枚目入れます。はい、2枚目入れました。次3枚目を入れます。はい、3枚目入りました。最後の4枚目を入れます。はい、4枚目も確かにこの帯の中に入っております。そして上から横の帯を入れていきます。もうこれでこのカードはですね抜き取ることは、脱出することは不可能です。はい、じゃあここからですね、この魔法のハンカチをかけます。アダブカダブラーとおまじないをかけますと、まず1枚が取れました。2枚目いきます。2枚目が取れました。というと4枚あったカードが2枚取れましたんで、何枚残ってるんでしょうか。はい、もちろん2枚が残っております。それではちゃんと入ってるかご覧になってください。はい、こちらも、はい、素晴らしいマジックですね。はい、今日はシニアの手品教室ナンバー63、脱出するカードを今から解説いたします。はい、準備するものは紙テープです。長さはこの、縦にですねこのように、はい、トランプが4枚をまずね、このトランプ4枚必要ですね。もちろんこの4枚を重ねた状態で
これをくるっと巻いて、ここをですね、はい、ピチッとね、で少しだけね緩めにしておいた方が後でね入れるときにやりやすいと思います。そしてこの部分にのりしろをね作っておいてくださいね。ここへのりでのり付けします。はい、のり付けしました。でここができました。次が今度はこれ横ですね。はい、このように横も同じです。こういうふうに持ってきて、ここをのり付けして、この十文字になるように作ります。はい、これで一応帯の部分は出来上がりました。これが出来上がったものですね。はい、次が一番後ろになるカードですね。この後ろになるカードにこのようにですね、はい、紙テープを貼り付けてしまいます。ですから1枚だけね、1枚だけこのように真ん中に紙テープを貼り付けます。でここがねこうやった時に出ないようにね、はい、注意して貼り付けましょうね。でこれで種の部分は出来上がりました。必要なのは紙テープとハサミとノリです。そしてもちろん紙テープですね。はい、そこまで出来上がりましたら演技のやり方を説明します。まずトランプをですねこのように重ねて置きます。でこちらの方は見せても全然大丈夫ですね。裏の方ですね、裏の方はこれ1枚2枚3枚目の後ろにテープが貼ってあります。これをこの4枚目で隠しますね。こういうふうにね、そうするとはい帯が貼ってあるっていうのが分かりません。そして裏表見せることができます。はい、であとはですねこの帯のついたのを一番後ろに回しますね。はい、それで今ここ一番後ろに回ってきています。それでこれを順番に入れていくわけなんです。この入れる時にですねラッピーもちょっとね失敗した映像があったんで消去しましたけど、やり直しました。はい、1枚目は普通に入れて大丈夫ですね。はい、で2枚目も普通に入れていって大丈夫ですね。はい、3枚目の入れ方ですけども、3枚目は入れませんね。これ入れるふりだけですね。この帯のところに実際に入れたら取れなくなりますから、この帯の上にこうやりながら入れてるように見せるわけですね。はい、これで3枚目が入りましたって言います。でも後ろは見せることはできません。3枚目ね。次4枚目はですね、はい、入れる時にはいやっぱり3枚目と同じように入れるふりをしながらこう重ねていきます。はい、で入りましたって言いますね。でこれで裏を見せても全然帯がついてますから、帯の中に入っているように見えるわけです。そして横からのテープをこの上からこうね、これは実際に上からはい入れております。はい、ここからですね。で、ポジションとしてはここを持ちますね。この横のテープの上を持って魔法のハンカチをかぶせます。アダブカダブラーっておまじないをかけて、この後これがかかってるんですけど、かかってないような状態でやってみます。今かかってるんですよ、透明だと思ってくださいね。はい、でおまじないをかけたので、まずこの3枚目ですね、後ろから2枚目を抜き取ります。
はい、でこれは後ろを見せても大丈夫ですね。はい、1枚が脱出しました。で2枚目はですね、一番後ろのこの帯のね、種の部分がありますから、これは抜くだけね。はい、抜けましたと、後ろを見せられませんということですね。そしてこのハンカチを取って、じゃあ後の2枚はこれは実際にお客様にお渡して調べてもらうことができるわけです。はい、帯を取って2枚が出てくるというわけなんです。とってもですね、優しいマジックですけども面白いと思います。ぜひ試してください。はい、最後までご視聴ありがとうございました。次回もまた楽しみにしててくださいね。それではさようなら。